りちゃん、ビーちゃんだよ。いや、もう少しでバレンタインデーだね。バレンタインデーだね。ビーちゃん、ゴディバのチョコレート大好き。ゴディバのチョコレートしか買った、ゴディバしか食べれん。ゴディバのチョコレートは概要欄の宛先まで。なんちゃって、本当に送らないでね。本当に送らないでね。はい、ということで今回はバレンタインも近いので、 TikTok で流行りそうな音源を作っていこうという企画です。バレンタインデー近いですしね。いや、そういうことやべー。今流行ってるやつがあるじゃないですか。綿菓子たわし、君と私、綿菓子たわし、君のなんちょかトンパンチンってやつの音源を取っていこうかなってリクエストもらったしね。こう DM でぜひとも君の様にやってほしいというリクエストをもらったので、ちょっとやっていこうかなって思ったんだ。やっていこうかな。クリフがわかんないんだよね。タラタッタ、君と綿菓子たわしが、たわし、ゴシ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 、お疲れ様です。いや、こちらもお疲れ様です。で、できた。こんなんでいいだろう。ちょっと聞いてみよう。タラタッタ、君と綿菓子たわしが、たわし、ゴシ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 、お疲れ様です。いや、こちらもお疲れ様です。いいじゃん。量産型のね、女の子だね。なんかね、ゴシ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 、お疲れ様です、って言ったらちょっと面白いね。気持ち悪いな、これ。ちょっともう一回ありますよ。いきます。うったらだったさ、君と綿菓子が、綿菓子が、綿菓子がこんなにあるんですよ。こんなんか、こんな感じだったような気がします。ちょっと聞いてみますか。うったらだったさ、君と綿菓子が、綿菓子が、綿菓子がこんなにあるんですよ。こんなんか。はい、ということでこれを投稿したいと思います。皆さん、ハッピーバレンタイン。バイバーイ。違いますね。ちゃんとやります。ちょ、最後にちゃんとやりますね。いきます。君と私、お互い楽しい。君と私、仲良し楽しい。あなたもどうぞ、お一ついかが。今なら私がついてきます。どや、かわいい。めっちゃかわいいですね。誰だ、このかわいいやつは。あたし。バイバーイ。ハッピーバレンタイン。ちょっともう一回切っていい？うったらだったさ、君と私が、私が